香港の政治。香港の政治は、香港返還以降に、イギリス植民地時代の行政府及び官僚主導の政治から民主化及び政党政治への移行がされると期待されたが、中華人民共和国の中国共産党政府からの介入が増している。香港は中継貿易拠点として、イギリスに植民地化された。当初、の人口はわずかで、中国系住民。 カジンは中国本土から移民として香港に定住した経緯がある。そのため住民の多数を占める中国系住民は中国本土の政治運動の影響を受けた中国ナショナリズムを主張することもあったが、香港住民として政治参加を求める意識は当初あまり強くなかった。以後、イギリスによって香港は統治されるが、 1941年の香港の戦いにおいてイギリス軍は日本軍に圧倒され降伏。以後、香港は日本の占領下に置かれた。日本の統治に反対する香港住民の反日活動や連合軍による空襲などの軍事活動はあったが、日本による香港の統治は日本の降伏まで続いた。1945年の第二次世界大戦の 終結に伴い、日本軍が去った後も、しばらくの間、中国国民党を率いる中華民国が中国大陸を統治していた。この時期まで、香港の境界は開放的であり、人の移動も自由であった。しかし、その後国境内戦が始まると、多くの避難民が本土から流入し始めた。1949年に中国共産党が内戦に勝利し、 中華人民共和国を建国すると、共産党政府による圧政を嫌い、大量の難民が香港に流入したため、香港成長は中華人民共和国との境界線を閉鎖した。中国共産党政府は、香港の主権回復ではなく、むしろ、イギリスとの国交回復を求めた。イギリスはこれに応じ、他の西側諸国に先駆けて1950年に、同国を承認した。 1972年まで、両国の間で正式な大使交換は行われず、1954年以降、相手国に大弁、を派遣した。またイギリスは1972年まで台湾の台北県淡水に、領事館、公務所を維持した。この閉じられた領域の中で、時間が経つにつれ、中国系住民に、香港人としてのアイデンティティも形成され始める。 香港に流入した大量の難民は安い労働力として経済発展の基礎となった。一方、当初難民は劣悪な生活環境に置かれていたため香港社会はしばしば不安定化した。1956年には国境内戦に敗れ台湾に逃れた中国国民党政府に近い右派組合による破壊活動が発生した。1960年代には 中華人民共和国の文化大革命の影響による政情不安、中国共産党の工作による工作が原因と一部公営兵の流入が発生し、1967年の香港暴動につながっていく。こうした事態を受け、当時の香港成長も社会や政治の安定化に留意する必要が出てきた。そのため、歌人を扱う花民政務省、民政省、 現在の民政事務局と解消し、社会政策の拡充を図った。マクレホース総督による地下鉄建設や郊外の開発、9年間の義務教育の実施が始まったのもこの時期である。1973年の警察交換、ピーター・カイゴットバーの汚職、逃亡事件が住民の大きな反感を買い、香港政庁は連政交渉、e e ャック、 お食取締独立委員会を設置した。さらに1970年代から1980年代にかけて部分的な民主化、各総議会における任命議席の撤廃や縮小と民選化も始まる。1992年に就任したクリストファー・パッテン総督は1995年に大胆な議会の民選化を実施する。その背景には1989年の 天安門事件における虐殺行為によって、中華人民共和国に対する香港住民の不信が大きくなったことや、民主化の流れを作ることで、イギリスの影響力を確保する意図があったと言われる。いずれにせよパッテンの政治改革は、中華人民共和国の反感を招いた。百九十七年のイギリスから中華人民共和国への返還後、香港の民主制度は逆行し、 臨時立法会の設置や地方議会での任命議員の復活が行われた。香港特別行政区基本法では2007年以後行政長官選挙や立法会の完全な民選化の検討を規定しているが、2018年現在においても完全な民選化は実現していない。2004年の全国人民代表大会による基本法解釈は、2007年及び2008年の 普通選挙化を否定した。2005年、香港政府は行政庁感染室の民主度を高める提案を行ったが、完全普通選挙を求める民主派の妥協が得られず、否決された。2006年に入り、2012年の普通選挙実施が、香港政府、民主派など各勢力の間でコンセンサスになっている。3月に結成された公民党は、 ハリア・ケツ立法会議員を行政長官候補に擁立し、12月10日の選挙委員会選挙で正式立候補に必要な100人を大幅に超える132人の委員を確保した。1997年のイギリスから中華人民共和国への返還の際、中華人民共和国当局は香港返還後50年間政治体制を変更しないことを確約した一国二制度。 それにより、特別行政区が設置され、ミニ,ニ憲法である、香港特別行政区基本法のもと、高度な自治権を有する。死刑制度も存在しない。ただし、外交と軍事は、中央政府の管轄であり、外交部中香港専員公所と、人民解放軍中香港部隊が設置、派遣されている。香港には、中国共産党の組織は、 表向き存在しないことになっているが、近年では中央政府による香港政府への干渉が有料すべき水準に高まっており、プエルトリコやグリーンランド並みの高度な自治権ではなく、半自治権を有するに過ぎないと見るメディアある。基本法において行政長官及び立法機関である立法会、口実の選出方法は最終的に 直接選挙に移行すると規定されているが、2010年現在、行政長官は、少数800人のメンバーからなる、選委員会により選出される。立法会選挙においても直接選挙と、職能団体を通した、間接選挙で選出された議席がある。香港基本法付属文書によれば、2007年2008年に、行政長官、 立法会の選出方法を直接選挙に移行することが可能なはずであった。しかし、当時の統県下行政長官は、任期中に不景気が続いたことや、1997年の鳥インフルエンザへの対応の不手際、香港大学の世論調査プロジェクトへの介入が露呈したことなどが原因で不人気だったにもかかわらず、2002年に再選され、香港市民の不満が高まった。 それに2003年の SARS での不手際、さらに基本法23条に基づく国家治安条例の制定を強行しようとしたことが重なり、ついに50万人が参加したとされる辞任要求デモが2003年7月1日に行われた。これに危機感を持った中華人民共和国当局は2004年3月に全国人民代表大会常務委員会による基本法解釈を行い、 2007年と2008年の普通直接選挙への移行を否定した。2017年香港特別行政区行政長官選挙からは一人一票の普通選挙が導入される予定であったが、2014年8月31日に全国人民代表大会常務委員会は中華人民共和国政府の意に沿わない人物の立候補を事実上排除する方針を決定した。そのため、 香港の民主化団体は中華人民共和国に抗議するデモ活動を行った。基本法の規定により行政長官が置かれる。行政長官は特別行政区の主張という意味で特区と略称される。行政長官の諮問機関として14人の高官公館公述する3市長と11局長及び15人の政府外メンバー、非観主議員からなる。 行政会議が設置されている。1997年の返還以来、行政長官を務めてきた当県下の辞任に伴い、政務市長である、曽加ゲ県ドナルド・ツァンが行政長官代行を兼任。2005年5月26日には、曽加ゲ県が行政長官補欠選挙に立候補するために辞任し、財政市長東英年が行政長官代行となる。 6月16日、ソカゲ県は796人の選挙委員のうち、674人の推挙及び40人の支持を取り付け、他に立候補に必要な100人以上の推挙を獲得した者がいないため、次期行政長官に自動当選、6月21日には国務員より任命を受け、正式に就任した。ソカゲ県の行政長官としての任期は、 当下のの残りででああるる2年のみである行政会議は日本の閣議に相当する行政長官の諮問機関であり行政府の議決機関ではない行政長官を議長とし三市長、十一局長、三市十一局からなる官方議員とそれ以外の悲官方議員から構成される行政長官のもとに三市長が置かれている 外遊等何らかの原因で行政長官がその職務を行うことができない時には以下の順位に従い三市長のいずれかがその職務を代行する。現在、各分野における政策の制定する決策局が設置されている。各政策局の長として局長が置かれる。局長の英文名称は市長と同じセクレタリーである。2014年現在において 以下の12局が置かれている。複数の業務を担当する、つぼねの場合には、内部組織として課が設けられることもある。その場合、局長を補佐する常任秘書長が、都がの責任者となる。また、都がが設置されていないつぼねにも、複数の常任秘書長がいることがある。2002年7月より、主要会員問責制、以下、問責制が導入された。これは、 三市長及び局長を身分保障のある公務員からの昇格ではなく行政長官の政治任用に改め政治責任を負わせる制度であり事実上の閣僚制とも言える。公務員が局長や市長に就任するには原則として公務員を退職しなければならない公務員事務局長を除く。これに合わせてつぼねは従来の16から11に再編された。 導入前の局長、つまり公務員の最上位は常任秘書長と改名され、新しい局長のもとに位置することになった。そのため、一つの壺根が異なる分野を管轄することになり、旧局の組織がそのまま新局の下部組織である、かに移行した例が多い。局の再編については、サービス産業政策と労働政策、あるいは環境政策と建設政策のように、立場や、 指名の衝突しやすい分野を同一局が管轄することになり、チェックバランスが働きにくくなるとの懸念もある。問責性は本来、市長及び局長の責任を問う制度である。しかし、立法会に対しては責任を負わず、任命者である行政長官のみに責任を負っている。実質的な違いは、市長の権限を弱体化することだと言われた。 従来の局長は、政務史市長や財政史市長に責任を負っており、そのため、陳方、安城、安村茶元政務史市長のように行政庁と対立し、牽制した例もあったからである。2006年、香港政府は政治人用を拡大し、副局長ポストを増設することを検討すると発表した。局長の業務が重く、それを軽減するというのが理由である。 ただし副市長の設置は除外するとしている。決策局の下には、政策実行を担う部門、所もしくは、ところと呼ばれるが置かれている。部門の長は管轄の局長に責任を負う。ただし、連政公所、汚職取締独立委員会や去る訴え選委員、公所、オンブズマン事務局など一部の部門は直接、行政長官に責任を負っている。 70議席の立法会、議長、総局制が設置されている。議員の選出方法は直接選挙及び、職能団体選挙、職能代表制それぞれ35議席となっている、2016年6月、現在、任期は4年である。各区には、区議会が設置されている。区議会には法令を制定する権限はなく、諮問機関として位置づけられている。民選。 委任、任命及び当然、県職議員によって構成される。当初の英文名称は、ディストリクトボードであった。1999年の市政局、区域市政局の廃止後、区議会の英文名称は、ディストリクトカウンシルへと変更された。市政局、1883年設置、区域市政局、1986年設置も、市準期間であり、 区議会の上位にある事実上の地方議会であった。これらに対応する執行機関はなく、政府が任命する民政事務専維が主催する地区管理委員会が設けられているに過ぎなかった。区議会の政府主席も同委員会の委員となり、政府の各部門との意見交換が行われていた。両局が廃止された表向きの理由は、インフルエンザ流行時の反省から両局が管轄する。 衛生行政を香港政府本体に統合することとされた。さらに、新海元居民による議会組織として合議局、その下部組織として合議委員会もある。合議局は合議委員会の5選により選出される。なお、2000年にその選挙法が差別的だとの判断を終身法院が下したため、2003年以降は一般住民の村代表、 王子委員会の構成委員も選出されることになった。このほか、中華人民共和国の全国人民代表大会と、中国人民政治協商会議全国委員会にも、香港特別行政区から代表と委員が選出されている。間接制限選挙によってのみ選出されているため、代表性は乏しい。香港の主な政党には、県政派、 新中派の民主立て港共進連盟、左派や自由党、新中右派、広島民主派の民主党、公民党、社会民主連戦、人民力量などがある。党県下政権においては民主立て港連盟と自由党が事実上の与党となり、市長もしくは局長を含む行政会議メンバーを輩出した。しかし、曽影県政権は民主派へ接近する姿勢を見せ、 両党との関係に溝が生じ始めている。民主党と公民党は普通選挙の実施を求める民主派である。香港では政党の要件を規定する法がないため多くの政党が会社法、公私法に基づいて登記している。香港の会社法は組織構成員について過去に遡って公表することを要求している。しかし、 中華人民共和国の中央政府と関係が良くない民主派の政党にとってはその党員名簿を公表すれば中華人民共和国本土で不利な扱いを受ける恐れもあり深刻な問題になる可能性もあるそのため特に中華人民共和国の中央政府との関係が悪い民主党は党員名簿を公開していないなお政党には社会団体として登録する道もあり 過去にはそうした政党もあった。だが、黒社会、暴力団などによる悪用を防ぐため、社会団体の集会には、警察が参加し、監視することが可能である。特に公民党が香港における、政党制度の不備を指摘し、政党法の制定する、必要性を解き始めている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。